Bonjour! オンラインフランス語学校、アンサンブルフランセ講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。美味しいものを見ると、ついつい食べられる分よりもたくさん取りますよね。私は、ついつい余分に料理を取ってしまうというフランス語の表現、体のどこかを使っていますが、さて、どこでしょう？ J'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai les yeux plus gros que le ventre. 少し長いのでもう一回いきますね。J'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai les yeux plus gros que le ventre. 直訳すると、私はお腹よりも太った目を持っています。そうです。お腹と目です。だって、美味しいものを見るとたくさん取りたいですよね。面白い表現ですね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、ぜひアンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt, au revoir!